小玉康氏は、中華人民共和国のサッカー選手。北京中赤国安属級クラブ所属。中国代表。ポジションは FW。2008年に広州緑城の下部組織でサッカーを始めた。アカデミーでの活躍から U-17 代表に招集され、AFCU-16 選手権2012に出場、3試合で2得点を挙げた。 2015年に当時監督のフィリップ・トルシエに抜擢されトップチームに昇格、同年5月13日の中国 FA カップ、武漢市、広市教科書はウルー足玉クラブ戦でプロ初出場を飾り、1得点を挙げた。試合はアマチュア相手に1から1から PK 戦で勝利している。2015年7月1日にはオランダエールディビジのフィテスセに2年契約で移籍。 2016年2月13日の SC ヘイレンフェーン、戦で86分にバレリカザイシュビリと交代で初出場。3月6日のローダ JC 戦ではグラムカシアのクロスをヘディングでゴールに流し込みエールディビジ初得点を記録した。5月8日の FC2 エンテ戦で2得点目を挙げたが、このシーズンは2得点に止まった。2016から17シーズンは 背番号9を与えられた。しかしながら、オランダ代表のリッキー・ファン・ボルフス・インケルがいたため、彼の控えとしての出場が主であり、10月26日に、KNVB カップで RKC、バールバイクから得点を奪った1得点と、12月3日に、エール・ディビジで PEC、ズーレから奪った1得点の2得点に止まった。その後、2017年3月31日に、 フィテッセとの契約を2018年6月30日まで延長したが、4月30日の KNVB カップ決勝戦にもベンチ入りはしたものの出場はならなかった。2017年7月3日に、プレミアリーグのウエストブロムビッチアルビオに FC に3年契約で移籍したが、労働ビザの関係で即座に、ブンデスリーガのベルダーブレーメンに2年のレンタル移籍となった。 ドイツでは負傷離脱や代表召集もあって二度ベンチ入りしたが公式戦出場はゼロで終わった。2018年6月22日、アドデンハーグに1年のレンタル移籍。2019年2月24日、北京ナコア国安属級クラブに完全移籍。A 代表初出場は2016年6月3日に行われたトリニダードトバゴ代表戦で、 この試合に得点1アシストの大活躍を見せた。各年代別代表で徴用されたため、欧州との往復が多く、疲労からかコンディションを落としている。2018年アジア大会、AFCU-23 選手権2020、いずれも負傷し数ヶ月離脱している。キリスト教を信じる家に生まれた。手本としている選手はカカであると述べている。代表での得点一覧。 ありがとうございます。